カエツ大学は東京都小平市花子金井南町2丁目8番4号に本部を置く日本の私立大学である。2001年に設置された。日本国で初めて女子の商業教育を行った私立女子商業学校を起源とする日本女子経済短期大学を母体とし、2001年4月に開学した。起こるな働き飛行君は創立者、カエツ隆が唱えた。 怒るの働きけであり、開津学園の設置校内には、学費が飾られている。これは、己の感情に流されず、経済的に感情をすることを積み重ねることで、幸福がもたらされるとした言葉である。創立者は論語に造形が深く、尻死欲に流されないで地道に努めることを説いた。講義は、実務教育に主眼を置いているため、企業実務の経験者、 企業法務の専門家などを教員として迎えている。就職指導としては、適職診断、エントリーシート攻略、小論文、面接対策など、理論と実践を学ぶことができる。資格取得を推奨しており、過去のカリキュラムで必修だった簿記に加え、情報系資格も推奨されている。通常の講義内容以外にも、 公開講座が年間2期に分けて開講されており、上位資格及びその他の資格取得をフォローしている。なお、学生は通常の半額で受講可能。ゼミナールは1年次から履修が必須となっており、2年次からは卒業まで各研究会に所属し専門的な学習、研究を行う。2009年度より NPO 語り場との コラボレーションによるコミュニケーション能力の開発とキャリアデザインの支援をテーマとした発年時教育を実施。2012年度から開設したビジネス創造学部は社会でのビジネス経験と教室での学びを組み合わせた実践重視の新しいタイプの学部であり、1年生のうちからビジネスの現場に参加したり、一足早くインターンシップを経験したりと社会で役立つ。 実戦力、即戦力を身につけるための教育プログラムを特色としている。創立者であるカエツ・タカは女子にこそ商業教育をという理想を持って日本で初めて私立の女子商業学校をさらに日本唯一の女子高等商業学校を設立した。女性への商業教育では先駆的な存在である。旧成高等商業学校時代には 所定の過程を終了すれば、商業家教員免許状及び経理士資格を無試験で取得することができた。また、卒業生には日本初の女性公認会計士がいる。太平洋戦争後の1948年に公認会計士法が定められたが、経理士資格を持つ者は特別公認会計士試験を受験、合格することで、 公認会計士資格を取得できる救済措置が制定されていた。学部大学院、開越大学ではアドバイザー制を導入しており、担当教員が学生生活全般の相談を受け付ける。入学後、学生には担当アドバイザーが決められる。2年次以降は、研究会担当教員が担当アドバイザーとなる。各教員は、オフィスアワーという制度により、 各教員ごとに一週間のうちに決められた時間で学生の質問を受け付けられる要研究室で待機することが義務付けられている。なお、この制度はどこの大学にでもあるようなごく一般的な制度である。大学の恒例行事としては学生有志によって行われる七夕祭りがある。これは大学内のホワイエと呼ばれる場所に本物の竹を飾り付けて 短冊をかけるものであり、同時開催される七夕イベントでは、毎年思考を凝らした演出が行われている。海津大学の学園祭は、開学初年度の2001年から、気象祭としてスタートし、原則毎年10月下旬から11月上旬の間に開催される。海津女子短期大学時代は、花子金井祭という名称で、学園祭が開催されていた。 関東大学バレーボール連盟一部に所属しており、数々の大会で優勝している。所属選手からは、ユニバーシアード日本代表や、V リーグ所属選手を多数輩出している。首都大学軟式野球連盟に加盟している。第一色、同桜第二色、同春夏越大学では、以下の大学と、学術交流協定を締結している。 大学コンソーシアムこれらの大学には1年間の留学が可能であり、留学中の期間においても単位が認められる。ありがとうございます。